今日本当になんか本当になんかこのナチュラルな感じがなんかすごい自分の本当にやりたいなんかあるべき姿だと思うんですけど、なんかあんま飾ってない、今服は貼ってない、なんか本当に今日なんか楽っていうか、なんか変に気張らずこうやってなんか生きてたりとかするのはなんでなんだろう、まあ、考えて分かったらいいですなんか本当にいろいろね、言いたいこととか、言いたいことっていうか、なんか喋りたいことたくさんあるけど、うまくまとまんないです、なんか。変になんか、なんて言うんだろうな。なんか涙が出そうっていうか、なんか、本当に、その日のためになんか日常をやっていくような、ミュージシャンでありたいなと思います。本当にこうライブとかで、まあなんか今回はちょっとバタバタなって一人でちょっと力の皆さん、なんかまあこうやってまあここ最近っていうかまあ僕はもう24歳で大人でね本当の意味でなれたんじゃないかなと思ったりする今日この頃です。本当に少女のことがあってもなんか笑って人に話せるっていうか、なんかそういう人らに出会えたらもう良かったことだなと思う。っていうかまあ元々いた人たち、そういう人たちにもっともっとなんか踏み込んでなんか変に自分閉じ込めずに、ね、そうやってできるようになったのはきっとなんかまあたくさんの経験だったりとか。経験した人たちの話を聞いたことだったりとか、まあそういう本当に自分以外の人たちにたくさん助けられてきたんだなっていうのを実感して、許せないこともたくさんあるけど、まあその辺は少しずつまあ笑い話できていきたいなとは思ってます。もうそんな本で、これから僕ができるようなということはね、いつも振り返ってばかりのみんなとかは、これ聞いて、本当に明日やったね、みたいな曲です。聞きました。じゃあ。フガボーディングください。瞬間全部焦って落ち着いた膝をついた
できることを僕や君も勝手な社会で誰かのための君である君を広めなさも負けん気も強がりもできねえ我慢はしなきゃいいから